そして彼なる皆さんのアイデアが混ざった新しい芸術作品がまた生まれているような気がしました。はい、ありがとうございます。さあ改めまして、今日は富士河口湖町で吹奏楽版画の勉強をしていらっしゃいます海外アーティストの皆さんと一緒にお伝えしました。皆さんありがとうございました。みんな続いてはドイツからいらっしゃいましたね。こんにちは。ブライアンさんがこちらにちょっと興味深いのが、いろんな富士山を試しております。本当に全て違う辺に見えますよね。ありがとうございます。さあ続いてはエストニアからいらっしゃいましたできるそうです。タビエさんありがとうございました。さあ続いてはお隣参りましょう。香港からいらっしゃいましたクリスティンさんです。こんにちは。クリスティンさんの作品は形は同じなんですが色はすべて独自は違いますよね。今日は木版画です。この後詳しくお伝えします。中間なぜこの活動をしようと思ったんでしょうか。この活動は水性木版画の技術と素材を海外に普及するために行っています。エストニアからいらっしゃいましたタルビさんです。ハロータルビ、こんにちは。さあタルビさんの作品を見てみますと、こちらどこかで見覚えがありませんか。そう、これは葛飾北斎の日本の風景と幾何学模様を融合させるというのは難しいんじゃないですか。Is it difficult to combine Japanese landscape with 私にとってはそうではなくて、富士山は三角形の形をして